皆様、お元気でいらっしゃいますか松山千春です。今回も、STB ラジオの第三スタジオからお届けさせていただきます。なんといっても、大宮の FM、NAC5、そして、北海道は、STB ラジオは、これ生放送でお届けさせていただいて、まあ、各局さんは、うん、まあ、一週間、 近くね、遅れて放送になるわけでありますがコンサートは埼玉県飯能市市民会館と東京国際フォーラムのコンサート無事終えることができましたこの後は明日ですがね岐阜県は大垣市民会館なあ大垣もまあ久しぶりだな ほうで、23が、名古屋、センチュリーホール。なあ,あ、これね、まあ、祝祭日、勤労感謝の日ということで、5時半から開演、ということでね、気をつけていただきたいと思いますし、そして25日が、うん、新城、地域文化広場。なあ,あ、もう、 だいたいこのようになってくるともう終盤にかかってくるもんな。んで11月の30日が広島文化学園 HBG ホール。そして12月に入って2日倉敷市民会館。7日大阪国際グランキューブ。ああ、9日が神戸国際会館。で14日が これ、富山県の魚津ねにある、新川文化ホール。そして、16日、私に誕生日ですよ。ね福井フェニックス。ああ、ここで、私は誕生日を迎えるわけでありますよ。で、最後、21、22と、札幌市民ホール、金本ホール。で、 まあ今年のコンサートは終了するわけでありますが、まあ本来ならば24、25なあ、あうん残念ながらですね、まあうちのマネージャー、まあスタッフと言いますかね、あの開館ってさ、半年前、1年前からね、うん、予約するんだ。ほんで、まあ予約,予約日が勝ち合った場合は、まあ抽選。 まあ、くじを、な。なら、うちはくじ運がなかった。ねえ。まあ、残念ながら、負けてしまった、ということになりますけどね。そうやって考えたら、各地のイベンターも、大変だな。まあ、本当に、小屋を抑え、まず、快感を抑えて、その後、どんな、ねえ、タレントを、うーん、どんな感じでやらせるか、それを決めていくんだからな。 うちだってね、まあ、2試25、なあ,あ、当然やりたいわけでありますけどね。うん、そうだ、まあ、申し込みが殺到すればね、9時になるわけですからね。それこそ、お前、えー、これから10年間、ずっと、ね、使えますので、とかね。それもなかなか難しいんでね、まあ、札幌21、22という形に、 なります。けど、まあ、明日は、大垣市民会館。ねえ。けど反応は面白かったね埼玉県。なあ,あ。反応はね、あのー、まあ、札幌千歳空港を飛んで、羽田に着いて、羽田からの埼玉県の反応へ向かうわけだけど、直線距離としてはそんなに、 遠くはないんですよ。ところがですね、まず羽田からの首都高速。これ抜けるのにもう、えらい時間がかかったんですよ。渋滞渋滞で。<laughs> まあ、ひょっとしたらね、首都高とか、まあいろんな高速で、この番組をね、お聞きの方もいらっしゃる方もいるかもしれませんかね。あの、渋滞だけはこれ、どうしようもないですもんね。まあ安全運転。 ねえ、で、行くしか、ないですしね。これ、この間、そうだな、四国でもあったけど、あの、松山道がね、ええー、まあ、高速道路が、事故渋滞、だったんだよな。あれは読めないもん。なあ、事故で渋滞っていうのはな、読めないのと、あとその、どれぐらい待てばいいのか、ってことがわからない。 なあ、俺は本当にああいう時思ったね。うーん、まあその、ね警察官が、ねえ、後続者に対してね、こんな事故がありましたんで、あとこれぐらいかかりますとかね、言ってくれればありがたいのになあとかね。あとは、ラジオでな、うーん、特別にその拘束だけの情報が聞けるとかね。うーん、あの、 高速の情報はね、いろんな形でアナウンスされてやりなんかするんですけどね。それはやっぱり、まあ、大都市間を結んでるなあ、高速であってね。なかなかその、まあ、田舎の方の高速はね、そこまでしっかり言ってくれないんですけどね。まあ、いろんな情報の伝え,伝え方があると思うんですけどね。それにしても、まあ、反応、なあ、 時間はかかって、かかったけど、本当に行った甲斐があったな、って思うぐらいね。31年ぶりかうーん、31年ぶりってことはよ、俺がまだ髪の毛があったらしいよ。なあ、この俺が忘れてるんだから。ねえ、お客さんというのはありがたいもんだよな。で、その反応の、うんまあ熱を持ってそのまま、 東京国際フォーラム入ったからなああ。東京も大層盛り上がってくれてね。これは、えリ、ー、のりか、あの、のりこ。ね、初めて、えー、メールします。11月15日、埼玉県反応市民会館でのコンサートで、千春に会うことができました。最高に幸せ。これ以上の言葉はありません。 本当にありがとうございます。ちはるに大好きと、ねえ、ありがとうのハートと星マーク。ねえ、言葉を伝えたくて応援カードを作って持っていきました。うん、見えてたよ。ちはルと目があった。あったわな、俺手振ったからな。と思い込んだら、天にも昇った気持ちでしたよ。そして可愛く手を理解してくれた。精一杯拍手ができて、 精一杯手を振ることができて幸せです。これが40年ぶりにコンサートへ行った私の素直な気持ちです。40年ぶりだとお前。びっくりしちゃうねまあその間ずっと俺はな、うん、まあコンサートやり続けてね、やってんだけど、今回の、まあ、反応、やっぱり曲並びとかそういうのも良かったのかもしれないしな。これね、 あの、毎年やってるとこと、ま、あ何年ぶりかっていうとこと、あと、初めてやるとこで、曲もこういろいろ入れ替えたりしながらね、コンサートやってんですよ。やっぱりこっちもこっちだよな。やっぱりその、まあ、初めて聴くであろうと思われるお客さんに対してな、こういう曲からアプローチした方がいいだろう、みたいなな。ねそれとか、ま、あ東京、名古屋、大阪、なあ、 やっぱり、こういう大都市は、まあ、毎年毎年やってるわけだから、うん、ちょっと違った、な、曲を入れながらやっていこうか、みたいだね。だから面白いぞ。うーん、その反応と、東京国際フォーラムでは、選曲が違うし、また、明日から行く大垣、 なあ、そして名古屋、新城、なあ、これはもう3パターン、あ,ありですね。なあ、まあ自分もその楽屋行って、なあ、うん、まあ何を歌うかっていうのをね、うん、決めたりなんかするんですけどね。多分、名古屋は、いわゆるあれじゃないか。 最初コンサートを出る前に、まあ一応この曲目でやろうねって言った曲目をやると思うんだ。で、大垣は、まあ久しぶりだから、ちょっと、まあ新城もそうだわな。で、次の広島はこれ、春秋春秋行ってるから、ねえ、まあ普通のパターンで行こうかとかね、いろいろ考えることがね、たくさんあるんですよ。ね これは、あ東京の、まみこ。千やさんこんばんは。反応し、市民会館のコンサート、大満足で帰宅しました。今回は、お世話になった同僚が退職し、今までの恩礼の気持ちを込めて、私の隣の席をプレゼント。二人で参加させていただきました。同僚は、千やさんのコンサートは初めてでしたが、歌はもちろんのこと、 チャさんのご家族の話や、北方領土の話、一つ一つに考えさせられ、こんな素敵な時間を過ごせて、とても幸せと満足の笑みでした。なあ、ありがたいね、まゆみこ。なあ、同僚にも、うん、よろしく言っといてくれよ。なあ、これは川越、うん、ゆうこ。なあ、反応コンサート、お疲れ様でした。 31年ぶりとは思わないほど、それ以上にシャアさんの熱い思いが伝わるコンサートで、胸が熱くなりっぱなしの一日になりました。また、終了後、地元の方と思われる80代のご夫妻の、いやー、いくつになってもよくあれだけの声が出せ、声量もすごいね。歌詞も、お話も、日常経験するようなことなのようにね、なぜか心に、 素直に入ってきて、本当にいいね。素敵なあコンサートだったな。とのお話が耳に入り、チアさんが楽しそうにしてくれている姿に加え、嬉しそうに話してらっしゃる方々の声が、さらに素敵な思い出に残る一日となりました。いや、そういうもんなんですよ。あの、それ俺は楽しいよ。なあ、自分で作った歌なもうみんなの前で歌わせてもらうんだからな。 ただ、コンサートってこれ生き物だからさ。なあ、みんなが果たしてどんな風に受け取ってくれるか。なあ、そういうとか各、うん、まあ、年齢層によって、やっぱり受け方も違うわけじゃないか。また、俺のことを知ってるやつとか、ああ知らない、なあ、奴とか。それによっても、やっぱり差がいろいろあんじゃん。それを含めて、うーん、俺は全部の人に、まあ、 話しかけながら、なあ,あ,あ、いろんな説明をしながら、まあ、歌って、いくわけじゃんか。もちろん、そうだな声が出てる日もあれば、うん、声が出てないな、それとか、これはこっち側のせいだけど、モニターの具合が、いまいち良くないな、とかね。いろんな日はあるけど、俺はもう、毎回毎回、 全力で歌わさせていただいて。その全力ってのが、これ難しいところなんだけど、あの、歌っててさ、うん、何でもかんでも、その、ガーッとこう全力で、な、歌うのはこれ、まあ、ちょっと、うん、まあ、頭が悪いなと思う。やっぱり、その、静かに柔らかに歌わなきゃならない。 そして、それからガーッと盛り上がらなきゃならない。なあ、いろんな曲のパターンがあるわけじゃんか。で、ね、何が一番きついかって言ったら、あの、サビで張ってる時はこれ全然大丈夫な。なあ、わーってこう歌ってる時は全然大丈夫。要は、押さえて、なあ、そして詞を淡々とこう歌ってる。その時が一番その、 えー、腹筋というかな。もう体の筋肉を使うなで、喉ってさ、うーん、まあ、変な話。開いたり閉じたり、なあまあ、細めたりとかな。そういうことをしちゃダメなんだよ。やっぱり喉はいつでも全開。全開なんだけど、優しく歌う。ねえ、張って歌う。 まあそれが、まあできる人と、できない人で、まあ差が出てくるんじゃないかみたいなね、話をさせていただきます。けどね。まあ、俺はできるぞ。みたいなね、話だったりします。けどね。まあこの後は、うん、まあ東京で、なあ、頑張ってみんな盛り上げてくれたからな、その勢いを今度は、 大垣。ねえ、岐阜県は、大垣市民会館ああ、待ってるよ。待ってるよ。だって明日だからな。ねえ、うん、岐阜県。の兄ミーシャン、結構出てんだよな。で、いっぱい出てる中で、えー、俺が気になったのが、うん、高田渡さん。 まあ我々、いわゆるフォークソングの先駆け、なあなんだけど、うん、高田渡さん、2005年っていうから今から17年前か、北海道は、ねえ釧路の横にある白ら町でライブをやってる時に倒れ、そのままあ、釧路の病院、 運ばれたんですが、残念ながら、亡くなってしまった。ああ、岐阜で生まれ、ああ、コンサートしながら、北海道で、亡くなった、というね。しかも、あの高田渡ですからね。まあ、本当に、我々も、もう、掴みどころのない、おじさんですから。けど、素敵な、 フォークソングの先駆者だと思います。高田渡る。自転車に乗って。さて、岐阜県でありますけど、岐阜って言われて、やっぱりすぐ思い出すのが、野口五郎なんだよな。あのー、まあ五郎は、岐阜の美濃市出身、っていうことなんだけどな。みんな、 今こうやってラジオを聴いてくださってる方々ね。彼らは、新御三家。なあ、郷ひろみ、西条秀樹、野口五郎。まあ、新御三家。と、呼ばれてた時代があった。なあ、新ということは、もともとの御三家があったけどな。それが、橋幸夫、船木和夫、 最後、て彦ひなあ、御三家。もう、これはもう、俺が、本当に子供の時だろ御三家が出てきたなあ。で、新御三家なんだけど、この御ご三家っていうのは、要は、あまあ、徳川。なあ、まあ、江戸幕府。ね。徳川家が、御三家。なあ、終わり。 木、水とまあ、これをまあ直轄、ねえ、まあ自分たちの血縁で、五三家として、まあこっからの五三家っていうのはね、出てくんだけど、多分歴史を紐解いたら俺、中国へたどり着くと思うんだよな。この五三家って言い方だってな。さすがにそこまでね、私もあの、まあ、 調べる余裕もなく、なんと言っても明日が大垣ですからね。なあ、難しいところだったりなんかしますけど。はい、やっぱり、うん、まあ、日付がちょっと早く亡くなりすぎたしなけど、今聞いてもらった高田太郎さんも、うん、まあ、17年前亡くなったって言うけど、56歳。 で、亡くなってるからな。うーん。本当に、よく、いい奴は早く亡くなるって言うけどさ。なあ。俺たちは長生きしそうな気がして、ならなくなってきたなじゃじゃ、新五三家、野口五郎、施設沿線。さて、こんなメールをいただきました。としこ。 君からのメールです東京国際フォーラムに行ってきました。同じ列に座っていた93歳のおじいちゃんがいたので、千はさんにお知らせしたくてメールしました。千はさんのコンサートが楽しみで、昨日の夜は眠れなかったみたいと付き添いで来ていた方がお話ししてくれました。春と秋のコンサートは毎回 参加しているようで、最後の歌を聴き終えると、杖を使い立ちながら手を振ってました。ありがたいなあうーん、もう93歳。まあ俺のコンサート別になぁ、90でも100でも、うん ?80、70。まあ俺が66だからさ。なあもう幅広い方々がな 来てくださってると思いますけどね。93歳。これあれだな。ああ、俺がそこまで歌ってられるかどうか、みたいなな、感じがあるけどな。うーん、これ、たかし。ねえ、君からのメール。東京国際フォーラム、お疲れ様でした。本来なら、妻と二人で参加予定でしたが、二週間前に、妻が左足首の骨を三本折って、 手術入院した関係で、次女が一緒に行こうかと言ってくれて、次女28歳と二人での参加となりました。この次女ですが、21年前、21年ぶりに来てくださった、木更津市民会館でのコンサートで、前から2列目センターの席で、チアさんの歌を、子守歌に眠っていて、チアさんに、娘寝てるじゃん、と声を、 かけていただいた娘です。その次女のコンサートが終わった後の感想がメールで送られてきました。知ってる曲多くて、大人になって聞くとグッとくる歌詞も多くて、うん、心しみました。楽しかった。とのことでした。なあ、まあ28歳もね、理解してくれるような、そんな歌をね、 えー、まあ、これからも作って歌っていきたいなとは思ってますがね。コンサートは、まあ、明日の大垣。そして、えー、うん、1、2、2日置いて、えー、名古屋。なあ、新城。と、今度、愛知県に移りますんで、愛知県出身のミュージシャン、アーティスト、ねえ、いろいろ、お これまた多いんだな。あ、愛知は愛知で、本当に多いわ。さすが、その名古屋。なぁ、あの、ガロというグループがありましてね。で、まぁ、あ、ガロ、いいグループだったんですけど、トミーが、なあ亡くなって、そして堀内くんが亡くなって、今、 王の雅美、彼、まあ、一人で頑張ってんだけど、これ70年に、1970年に出した曲なんだけど、俺15だからよ、高校入ったか入ってないからべけどこの歌は、うん、好きだったし、やっぱ名曲のうちに、の一曲に入るんじゃないかな、と思うわな。 まあ、愛知県は、岡崎出身な大野松見、ガロで学生街の喫茶店。さて、ちょっと話は変わりますけど、これは11月15日火曜日ですね、朝日新聞が配信したニュースで、世界の総人口が15日、国連の推計で80億人に 足した。おい、80億だったよ。人口が、なあ。2010年8月から10億人増えた。なあ、だから12年間で10億人増えたわけだ。今後も増え続け、2030年には85億人になる見通し。ただ、 増えている国はアフリカやアジアなど一部地域への偏りが顕著で、日本のように少子高齢化などの課題を抱える国も多い。国連の世界人口推計によると、今年4月1日現在、最も人口が多いのは中国14億2588万人。 インド、14億1717 17万人。インドは来年にも中国を抜く見込みだ。ああ、3位はアメリカ、3億3829万人。インドネシア、2億7550万人。パキスタン、2億3582万人。 と続き、日本は1億2395万人で11位となっている。そうやって考えたらよ、いわゆるそのアジアと呼ばれるところに、どれだけの人間がいるかって話だよな。まあこれ、うん、APEC やね、まあいろんな、 なあ、集まりでね、それこそ先進国と途上国、なあ、まあ環境問題で、まあ我々先進国が、まあ最初にもう汚してしまってるじゃないか。じゃあこれからの発展途上国に対して、やっぱりその、まあ今までやってきたね、うん、まあ罰金みたいなね、そういう形で、発展途上国に、 うん、まあ、変な話。ねちゃんと渡すものは渡してくれ。っていう話なんだけどな。まあ、お金もそうかもしれないけど、やっぱり技術だな。もちろんその CO2 を出さない。そういう技術とかね。いろんな形でやっぱり、まあ途上国はなあ、まあ、先進国が何とかして、 これから、特にアフリカなんかそうだわな。まだまだ人口が増える可能性ありますからね。そういう人たちにちゃんと働くということは、いや、まずはあれだな。教育から入っていかないと、うん、しょうがないわな。ただ問題で、うん、どうしてもそこで問題になるのは、やっぱり宗教がな、問題になってね。本来、この <laughs>、教育と、 宗教はまた全然別個なんだけどな。これ教育っていうのは人が生きるために、ねえ、まあやっていいことやって悪いこと、まあそういうことを教えていくもので、え宗教というのは、まああくまでもその神様とどういうまあ契約を結ぶか、ねえ、またその神を信じれば幸せに暮らしていけるんだっていうね。これは教育とはまたちょっと違った観点に、 なりますからね。いやー、そうやって考えたら、うーん、中国あれだろう、一人っ子政策やったから、これ14億、なぁ、2500万人で住んでるけど、今今度、一人っ子政策がさ、いや、失敗だったって話になってな。要はその、なぁ、まああっちも、まあ少子高齢化、 なあ、進んじゃってよ。うちはな ?1 億2000万だからななんとか頑張れみたいな気持ちだけど中国は14億いるからさ。で、1人一人っ子、政策やったから、一人で、親の面倒なあ,あ、シートは、おじいちゃんおばあちゃんの面倒これは大変だって言うんだね。うーん、またインドはインドでね。これ以上人口増えたら、俺たちに何食ってくんだ ねえ、うん、まあ、できれば二人までだな、とかね。うん、それぞれの国がね、いろんなことを考えてますけどね。まあ、もっともっと考えなきゃいけないことはたくさんあるんじゃないかなと思いますよね。そんな中で、参議院議員の中条清さんがね、まあ、国会でその、新曲、<laughs> ディナーショーの宣伝、 まあ私も見てましたけどね、最初はね、いわゆるその自分の出演した番組、まあ映画、ドラマの二次使用、三次使用について、えー、どうな、あの、払ってくれるんだっていう、その、あの芸能人として、えー、まあ素朴な、実に素朴な疑問。まあ我々もそうだけど、歌手の場合は、 ああ、作詞作曲。なあ、あと、まあ、歌手、印税っていうのはあるんだけど、うちらの場合はジャスラックっていうところはね、まあ一括で、まあだから、楽曲使用量っていうのは発生するわけだ。ねえ、二次使用として。お前すごいのはさ、俺自分でコンサートやるべ。まあ、 二0二曲近く歌おうとするよな。それに俺、楽曲使用料を払うんだから。自分の歌を歌うのにだぞ。なあ,あ、これがね、なんとも不思議な気分でね。ただ、自分の曲が、まあカラオケ、まあラジオ、ねあと、商業的な形で使われてる場合には、え、印税が、なあ、入る仕組みにはなってんだけど、 果たしてラジオで何回かかったか、誰が何回歌ったか、そこまで厳しくな。うーん、押し量ることはなかなかできないもんな。そうすると、ジャスラックの方としては、うーん、これどういうふうに振り分けようか、みたいなね。まあそういうところでいろいろ悩みもあるし、また、えー、我々サイドとしても、ちょっとおかしいんじゃないですかってね、思うところもありますけどね。 まあ我々の場合は、まあちゃんと事務所を通してね、うん、ジャスラックに対して言うことができますけどね、俺役者さんの方は正直わかんないんだよ。ただ、うーん、役者さんの連名みたいだな。そういうのあると思うんだよな。そこがどういう契約を結んでんのか。そこまでは良かったんだけどさ、新曲とディナーショーはな、まあ、 まあ、あれ、聞いてて、まあ、自分も、情けないな、ね芸能人としてね、国会で話すような話ではないだろう、な。それよりも、お前、人口が80億になったとかな。そういう話もしっかりしてもらえないだろうか。ねまあ、これからどうなるかわかりませんけどね。 तेरे में भी से, भी से। दुनिया में बने साल थोड़े दिन रुक मेरा टा मे आ मन आज भी कांध्या पे बिठा क्या जुलाया बाबू हो बजरा तेरे तेना दूर करे हौसला मन मना मन मन अज भी कांध्या पे बिठा कने जुलाया बाबू हो बजरा तेरे तेना दूर कर दे होना शुरू हो हौसला बढ़ाया बबू हो बया बाबू कर तो देखिए भरोसा बापू थोड़े दिन रुक मेरा टाइम है 中条清さんのことで、なあ、不謹慎と批判があったって言うんだけど、俺は不謹慎ではないと思うんだよ。非常識。なあ、やっぱりその、うーん、政治家としてもそうだし、人としても非常識だな、とは思いますけどね。大垣のない子、いよいよ明日です。待ちに待った、我が町大垣、12年ぶりのコンサートです。 確か4回目になると思います。初めては42年前、高校時代の仲良し4人で参加しました。出待ちして、隣の野球場で試合をするチャールの姿に、キャーキャーと黄色い声を上げていた18歳の我々でした。へえ、なあ、あったんだよなあ。まあお互いな、そういう時代もありました。で、ね、ラジオネーム、花。 こんにちは、チアラさん。23日のコンサート、楽しみにしています。名古屋だな。私はデイサービスに勤めています。そこの利用者さんのよしこさんが、チアラさんの大ファンなんです。90歳です。先日は、チアラさんの若い時のお顔の切り抜きをメガネケースに入れていて、見せてくれました。ちょうど、季節の中での頃のお顔でした。よしこさんも、 ラジオを楽しみに聞いて見えるそうです。時々、千代さんの話をさせてもらってます。コンサートへ行ったらどんな感じだったか教えてねって。千代さんのおファンは幅広い年齢そうですね。うーん、花。そうなんだよ。うちのヨシコはお前90だよ90。ねえ。メガネケースに入れるか。なあ。 要はあれだな、ヨシコ。俺がまだ髪の毛があった時の方が良かったっていう話だな。ねえ、申し訳ない。みんなの期待に応えられず。なあ、こんな姿になってしまいましたが。まあこれラジオですからね。うん、なんと言っても、まあ、こう見えないんだけど、想像はつくだろう。けどこれ大変なんだよ。一週間に一回は頭、 整え、整えるってなただ剃るだけだからな。いやいや、本当にそうなんだよ。結構な、髪の毛って意外に早く伸びるもんなんだよ。けどさ、あの、まあ、全然違う話になったけどさ、髪の毛よりも、あの、これ男だぞ髭の方が早いんだよ。な、不思議だよな。やっぱり、うーん、口に近いからか栄養が吸う。 言ってしまうのかなあ本当にね、髪の毛はね、まあ一週間に一回、だけど、髭は本当に三日に一回ぐらい、なあ切って揃えておかないと、ん、まあ、まあややっこしくなるっちゃややっこしくなるわな。あと、じゃあ髭剃ればって言うんだけど、髭剃ったらよ、言っていいかこんなこと。俺、動眼なんだよ。 な、いかつく見えたな、動画なんだよ。すんごくな、もう子供になっちゃうんだよ。その顔はね、まあ、みんなに見せられないなと思いながらね、一応その、げを生やさせていただいてますけどね。それとな、これげを剃ったらな、飲み物が飲みづらくなるんだよ。いや、髭があるから、 こう、うまく飲んでいるわけだよな。ところで、それがなくなるべ。したら、ど、どっから飲んでんのか。なあ、うまく飲め、まあ、飲み、飲みづらくなっちゃうんだよな。これはあの、まあ、女子にはなかなかわからない感覚だとは思いますけどね。我々、男子はね、髭ある、髭なしではね、偉い人相も変わりますしね、また実際、 食べるときにもいろいろ変わりますからね。さて、愛知県でありますが、愛知県は豊川市出身。俺ね、北原美礼さんがね、愛知県出身だと知らなかったんですよ。うん。今回も最後まで聴いていただいてありがとうございました。今回、最後の曲は、北原美礼、石狩番下でお願いします。